シュートの方は入らずです。あ、ただしっかりリバウンド抑えますね。ここ R 決めてくるか。さすがです、落合選手成功です。いう試合展開になっています、はい、これはうまいですね。あ、またリバウンドしてシュート成功です、はい、なのでアルファーズはあと1点取ればもうノックアウトです。ノックアウトなんですね、はい、あ、アルファーズどうだ、しました22点ということでノックアウトという形になって、はい、アルファエクス、あ、うまい、あ、ちょっとパス厳しいか。ただ体を使ってプスペースを開けると、ジェン選手シュート入りました。うん、そしてアンドいう時はこちらの方もこのアタックはちょっと止められないですね。内選手、まあ、エンでマムドゥ選手がいい形でなんか通路をブロックしたって感じでいい形でシュートが、うん、 そ, うですね、それこそおっしゃってるように綺麗あの楽に打てましたね、はい、そうなんですよ、はい、リバウンド内選手です。これもう一回内選手に、あ、これは彼のシグネーチャームーブです。一番得意な動き、スコアです。16対11シーンもなかなか、はいですね、本当にアーバンスポーツならではです。チェイ選手入りました、着実ですね。持ち合い選手入ってシュート、あー、うまい、あの距離のシュートがうまいんですね。持ち合いさんは7対4、13対6です。よく決めました持ち合い選手、シュート成功です。さすがです。でマルコ選手がどうだ、今完全に掴んでるように見ましたが、で、あ、落合選手フリースローです。1投目成功です、はい、18対7、うん、ノックアウトが目前に迫ってきましたね。2投目も成功、19対7です。やはり